のは副部長の山口芽衣です。よろしくお願いいたします。最後に演奏いたします曲は荒尾明健作曲、森田和弘編曲のトートルダムの鐘よりです。この曲はディズニー映画トートルダムの鐘の劇中に使われている音楽を編曲したものであり、今年は劇団四季でトートルダムの鐘の名古屋公演もあって注目されているため、聞いたことのある人も多いのではないでしょうか。冒頭はタイトルにもあるように鐘の音から始まり、主人公の梶本の生き様やエスメラルダの祈りなどストーリーに沿って美しい音楽や激しい音楽を繰り広げます。一部最後を締めくくるのにふさわしいダイナミックな曲です。ストーリーをご存知の方は情景を思い浮かべながらお楽しみください。それではお聴きください。Thank you.
以上で第1部を終了します。